直樹ズドリームビレッジをご覧の皆さん、こんにちは。小林直樹です。今日はですね、久しぶりの動画ということもあって皆さんに近況報告をしたいなと思ってます。というのもですね、最近友達とか仕事関係の人などにことごとく言われるんですけど、僕小林直樹が近況報告がなさすぎて何をしているかわからないっていうふうに言われるんですね。やっぱりこういう世の中になってから圧倒的に仕事以外の時間を家にいるようになって、なんかいつぶりって思い出せないくらい自分に対して時間を使っているんですね。でそこに時間を使ってたらつい人と話さなくなっちゃって、宣言が慣れちゃったというかだったので、ここで近況報告を、せっかく僕も自分の YouTube チャンネル直樹ズドリームビレッジがあるので近況報告をしていきたいなと思います。周りの人も見てくれてるみたいだしね。じゃあ周りからよく聞かれるシリーズからいこうかな。なんで雰囲気とか髪型って変えたのってよく聞かれるんです。これは僕個人の意見というか、思ったことなんだけど、僕はこう誰かが髪型や雰囲気を変えたと変わったなっていうふうに、誰かに対して思ってもそれ以上気にしたことがなかったから、いろんな人に聞かれて、そんなにみんなこう他の人のことを見てるんだなって思って最初に驚きました。でもよく考えたらずっと黒髪でオールバックをしていて、笑わないとか言ってたから、そんな極端な人が髪色変えたり、普通に笑ったら驚くのかなと冷静にはなりました。はい。で変化させてみて現状の結果というと、インスタのフォロワーも、自分を変える前と比べると15万人以上も増えて、これものすごく嬉しかったんですけど、15万人以上増えたし、周りにはいたんだけど今まで関われてなかった人からも話しやすくなったって言われるようになったんですね。実は大きな仕事のオファーとかまで来るようになって、こう今までなかったくらいので、今はスケジュールの調整とかもあってみんなの目に届くまではいかないことも多々あるんですけど、でもこういった結果に結びつき始めているのは、自信のなかった自分にとって少しずつ自信がつく瞬間の連続で、一人で嬉しくなってこう頑張る糧になってます。最近思うことは一つで、とにかく自分の夢に近いなって思うことをこうどんどん拒まずにやっていきたいなっていうことなんですね。で実は今まで自ら動いてオファーを取るっていうことを発想があんまなかったんですよ。で根拠なしにドンと構えてオファーを待っちゃってるみたいな。で本当そんな自分怖いなと思うんですけど、だからといって手当たり次第調整するんじゃなくって的を絞って、的を一つに絞ってその周りのものから狙っていく感じ でこれが今の考えと行動の全てかなっていうふうに思ってます。だから普遍的なものがもともと好きだったんだけれど、それは甘えだったなっていうことに気づきましたね。で最近はとにかくこの変化と結果が楽しいなっていうふうに思ってます。ただ本当にこうすぐ周りが見えなくなるというかタイプなので、それをここ何年かで本当に自覚しているので、ある程度の余裕というものを覚えながらやっていきたいなっていうふうに思ってます。そんな感じかな。あとはなんか変化続きで言うと、ここ2年くらいかな、もともと重ためかなり重ためだった目の上が急にもっと重たくなってきて、で眉毛をちょっと上げないと視界の上の方が見えなくなってきたんですよ。でだからちょっとこう視界が暗くなった感じ、なんていうかな、こう帽子かぶった時にこう影が落ちて視界が暗くなるというか、こうやって上半分を隠したら上の光が入ってこないじゃないですか。そんな感じで気になってたんですね。
いろんな方法を調べて聞いて相談して繰り返してたんですけど、こう切らない方法でできるだけ印象を変えずにまぶたを上げてみようとなって、今年に入って眼瞼下垂の手術を受けました。で、花粉の時期も相まってか思った以上に腫れて、実は一人でちょっと少し焦っちゃったりとかしたんですけど、まあ、ただ言えることはめちゃくちゃ世界が明るい、まあ、レーシックとか受けた人とかこんな感じなのかな、目に光が入ってくる感じっていうので、とにかくめちゃくちゃ世界が明るい、その光が入ってくる感じが毎日嬉しくて、朝ベランダに出てわざわざ光浴びてるくらい。で、今は腫れも引いてるし違和感もなく、まぶたの重い感じも消えたので、勇気出してやって本当に良かったなっていうふうに思ってます。まあ、とはいえ目の印象は昔から比べたら変わって見えるだろうし、これに関しては批判する人とか疑う人とかいても、まあ仕方ないかなっていうふうに思ってたので、それも受け止めてます。それくらいみんな心配して気にしてくれてるんだろうなっていうふうに思います。まあ、でもこう分かったこともあるんですよね。今回こうやって変化してみて、なんかこう自分が後ろ指刺されるかもなっていうふうに覚悟を決めてる時に、こう自分を見ていいじゃんとか、こう応援してるよとか、頑張ってこうとか、こう言ってくれる人って本当何倍も好きになっちゃうなっていうふうに気づきました。あれ正直ちょっとずるいかもしれない。なんか今絶賛好きな人増えていってるキャンペーン中っていう感じですかね。なんだろうね、なんかもし好きな人がいたら、みんなその人のことをこう、あなたのやることを何でも応援してるよって言えばすぐ両思いになれるかもしれないなっていうふうに思います。なんかこれが恋愛とかに限らず、仕事関係とか友人関係問わずでおすすめできます。僕好きな映画でグレイテストショーマンって映画があって、この間もグレイテストショーマンの一曲をダンスカバーして動画もこのチャンネルで上げてるんですけど、その中でミリオンドリームスっていう曲があるんですよ。で、そこの歌詞で However big, however small, Let me be part of it all. Share your dreams with me っていう歌詞があって、これほんとめちゃくちゃいい歌詞、後で日本語訳つけようと思います。で、ほんとこれからも応援してくれる人たちと自分の夢とその過程をシェアしていくようにします。若干話しとれたので、次の方向に行こうかな。なんだろう、あとは、なんか最近ハマってることはクレープを食べることと、あといろんな紅茶を飲むこと、いろんな茶葉試したりとか、最近だと暑くなってきたからアイスで飲んだりとか、好きな銘柄を見つけたりとかしてますね。かな、クレープ食べて紅茶飲んでる日はすごくいい一日になるなっていう印象ですね。で、あとはやっぱ英語かな。英語は改めてこう時間を取って勉強するようにして頑張ってます。で、それから最近あんまりこうなんていうか、トレーニングであんまり動いてなくて痩せた気がするんで、こう筋トレをちゃんとやろうと思ってるのと、あと、まあ動画で上げたダンスカバーは引き続き続けていきたいなと。この間メンバーからもこう先日上げた This is me っていう曲で、自分がもともとやってる殺陣とダンスを組み合わせたんですけど、直樹らしいねって言われて嬉しかったし、自分ももともとやってきたことが組み合わさってああいうパフォーマンスができたことが嬉しいので、自分でも今いろいろ曲をこの曲でやろう、あの曲でやろうって探してるんだけど、もしおすすめの曲とかがあったりとか、こういうシチュエーション直樹にも合うんじゃないかなと思ったら、コメントに書いてもらえたら、こう自分もそれ見てこうやってみたいなと思うので、よかったらぜひコメントに書いてください。はい、あとあれかな、すごく楽しみな仕事の準備を行ってます。3つあって、1つは
意外なものだと思うので、ちょっと楽しみにしていてください。うん。だから、なんか、今の話が通ればね。だここを、こっちは自分次第のところがあるので、日々精進していきたいなと思います。まあ、意味深な匂わせみたいになっちゃったけど。で、うん。このおうち時間を空けたらやるってことも、お酒を飲んだりとか、外に出る時間を置き換えて、全力で準備をしているところなので、楽しみにしていてください。というわけで、そんな感じかな。はい。以上、近況報告でした。また動画をアップするので、楽しみにしていてください。